今回は、ド直球のエロさが欲しいわら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 、に対する変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。スタレやゼンゼロをやってると感覚が麻痺して原神がとても健全に感じる。もちろん画像のようにエロい要素はある。でも刺激が足りない。これは健全の中に隠された趣のあるエロさだ。洞窟の奥にある宝箱のようなエロさもいいが、やはりブラスワの格好やグレイスリナのオッペイのような直球のエロさが欲しい。じゃあスタレゼンゼロやゼロって話なんだが違うんだ。テイワットで、ゲーム内でエロを見たいんだ。俺は感を出したあの頃の運営に、神格にへそがあったあの頃の運営にまた会いたいんだ。俺はホヨゲーで一番興奮するのは未だに将軍だし、あんまり気持ちわかってあげられんな。確かに将軍のエロさ強いね。稲妻はスケベな国だね。健全の中で見出されるあのエロがなかなかいいと思うんだよね。スタレゼンゼロもエロいよ。でもド直球のエロを食べすぎると飽きるというか、なんというか、たまにはこういうあっさりしたのもいいよねってならん。なるほど、食事と一緒でもう食べきれない、よりちょっと物足りないくらいが一番楽しめてる状態なのかもしれない。でもやっぱり物足りないよ。もうちょっと濃いめで頼む対象。めちゃくちゃ真面目な話するなら、原神って特定時期に中国当局の不適切なキャラ、カッコ検閲、に挙げられたから、他のホヨバースゲームと比較しても結構難しいんだ。ウェンチとかモナが実際会議に上がってたらしいし。ウェンチにエロを見出したやつと捕まえるべきだと思う。モナは記憶違いかもしれんけど、ウェンチはガチだったはず。当局ってウェンチでしこって切れてるんかな、カッコ邪推。モナはともかく、ウェンチは中国のゲーム企業同士の規制対策のミーティングで、ミホヨが自分のところのキャラだと彼とか規制対象になりそうだよね。失礼としてあげただけらしいって聞いたんだが、秘蔵の素晴らしいシャンリンのケツを見てほしい。確か最初の写真イベントの時に撮った気がする。これオル対象実装の波から逃れることができたの地味にすごいと思う。まあシャンリンは隠れてるから見つかりにくいし、まだ実装モデルがわからんけど、ナタで言うならシトラリがヤバそうな格好。ピンク髪の子か。確かにいいね。そしてとても可愛い。いかがわしかったですか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、かっこ最近は不定期に投稿予定ですので、よかったら高評価やコメントしてくれるとうつ主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。